皆さんこんにちは、ワンダリグルビーシです。では今回は大戦略大東亜攻防史3続きをプレイしていきたいと思います。今回は鹿児島湾の演習というステージになります。作戦の内容についてはですね、この後ナレーション付きで説明が入りますので、そこでご覧いただきたいと思います。で、今回はですね、空軍を主に使っていきますので、編成の中でですね、ようやく待ちに待ったと言っていいと思うんですが、零式の戦闘機、これを作っておきたいと思います。対空、いわゆる戦闘機同士の戦闘用のものを4ユニット、さらに爆装のものを4ユニット作っておきたいと思います。で、その他ですね、96式の立候なんかは前回のステージからそのまま引き継ぎという形にしたいと思います。登場も少し変えておきましょう。山本五十六連合艦隊司令長官は、対米戦に突入すると作戦は長期化し、資源に乏しい日本は立ち行かなくなってしまうと考えた。これを打開するためには、資源獲得のために南方方面を攻める際、米太平洋艦隊総司令部がある真珠湾を攻撃し、戦力を削ぐことで米国民を牽制ムードに誘導し、早期講和を目指す計画を立てた。米太平洋艦隊殲滅のため真珠湾攻撃が計画され、その演習地として地形が近い鹿児島湾が選ばれた。編成された航空隊は九州の各地に雷撃、爆撃、対戦闘をそれぞれ集中して配備し、12月まで訓練を繰り返す。この演習目的は秘匿されているが、中には気づく搭乗員もいるようだ。この演習で来るべき作戦に備え、十分な修練を積むのだ。ご覧いただきました。では早速このステージプレイしていきましょう。まずはマップの確認からですかね、していきます。鹿児島はまだ行ったことがない県なんですけど、沖縄を除いて福岡県までですかね、僕がね一番行ったことがある南の方の国といえば、ここに桜島がありますね。では配備してあるユニットですね、ご紹介しておきたいと思います。96式の立候はそのまま据え置きですね。これ先ほどご紹介した通りです。零式の戦闘機、これ対空のものと爆装のものをそれぞれ用意してあります。98式の軽爆撃機もこれ前回から引き続きですね。あとは偵察機も前回から引き続き2ユニットです。戦車、あとはバイク兵、歩兵、このあたりは特に変更を行いませんでした。必要であればこの後のステージでうまくコントロールしていきたいと思います。これが全体マップですね。まずは仮想米国軍がどこにいるかわからないので、偵察機を飛ばして哨戒活動に入りましょう。もちろん偵察機も使うんですが、零式の艦上戦闘機もね、せっかくなんでちょっと出してみたいかなと思います。今出したのが偵察機になりますね。偵察機はやっぱり視界が広いのかな、すごくいい感じで見えますね。敵部隊に遭遇、ここに敵がいたの。これは敵の艦隊だな。ただ幸いなことにこれは給油艦ですね。ではこの給油艦先に見つけた以上は撃沈しにかかりましょう。ユーロ式の立候から出ます。雷槍で行こうかな。そうか、ちょっと航続距離が足りないんだな。となると先に96式の立候ではなくて戦闘機飛ばしますか。爆走の冷戦ってどうなんだろう。それなりに届くな。冷戦はね、航続距離が長いことですごく有名でしたけど、ここは60キロの爆弾がどれぐらい効くか試しにちょっと見てみましょう。だいぶ小さいなっていう爆弾の、ね、大きさ自体は印象があるので、どれくらいダメージが通るか。4分の1から5分の1くらいですね。そうするとあんまり
ガッと出す必要もないのかなっていう感じがするんですが、敵のこの艦隊が動きが不明なので、うわいっぱいいるな、一旦この辺りに部隊を展開しましょう。で次のターンで確実に葬り去るっていうね。一応九郎騎士の立候補は全て雷槍で出撃させます。あと南側にも一応冷戦を飛ばして敵の艦隊がこの湾に、鹿児島湾にね侵入してこないかどうかっていう確認だけはしておきます。そしたらここからですね、敵の艦隊攻撃していきます。これは91式の航空魚雷ですね。96式の立候補から魚雷使うのは多分初めてだと思うので、どれくらい威力が出るかっていうのはね、ちょっとここで見ていきたいと思います。おお効くね、約半分ぐらいは魚雷攻撃で削れますね敵はね。これ魚雷撃っていきましょう。これでまずは1隻1ユニットかな、撃沈になりますね。では同じ要領で敵の艦隊仕留めていきましょう。96式の立候補中心に先に攻撃を仕掛けていきます。ただ弾薬自体は一発撃ったら終わりな魚雷なんで、この後一度96式の立候補の魚雷部隊は一度飛行場に戻して補給する必要がありますね。そういう意味では補給の場所を確認しておきますか。航空基地ですね。もちろん鹿児島の拠点に一つあるのは確認してますが、ここにしかなさそうですね。なので、まあ、順々に補給を済ませて起動させていきます。では一度起動させていきます。冷戦の戦闘力だとですね、まあ、残念ながらなかなか敵の船を沈めるのは難しいので、航続距離が残ってるうちに魚雷を撃ったら戻すっていうちょっと面倒ではありますけどね、この対応をしっかり行っておきたいと思います。では残り5隻ね、確認できているものありますので、これを撃沈していきます。容量は同じですね。魚雷をもう一度基地に戻って積み直してきたので、魚雷で攻撃を仕掛けていきます。夜だとちょっと命中率が下がってるのかなっていうのはありますね。まあただ実際の艦隊戦になった時、まあ、夜ね攻撃するっていうことももしかしたらあるかもしれませんので、ここは攻撃を仕掛けていきましょう。さあターンを進めて昼間になりましたので、昼間の間は冷戦からも爆弾を落としていきましょうか。96式の立候補はね、数がどうしても十分にはないので、まあ、その分を補う意味で96式の立候補もそして冷戦も爆撃ないし雷撃を加えていきます。顔割りユニット、まあ、パイロットが乗ってる乗ってないで結構違いますね。命中率なんだと思うんですけど、攻撃のヒット率みたいなものが全く違いますね。続いて魚雷を撃った後ですね、一回一回戻すんじゃなくて爆弾も積んでるんで爆弾もね撃っていきたいと思います。ただ今みたくちょっとダメージを負ってるユニットはねそれには適さないので、ダメージを負ってないユニットは連続で攻撃を仕掛けていきましょう。ちょっと今96式の立候補1個ね無駄に失ってしまいました。これでタンカーを撃沈してこのステージクリアになります。もう今回敵が戦闘艦ではなくてタンカーだったんで、まあ被害もなく敵の動きも緩慢というかね、ほぼ動きがない状態だったので簡単に撃破できましたけども、これがいざ本当のね艦隊戦になるとこうはいかないのかなっていうね印象はあります。では生産していきます。真珠湾攻撃の時どうだろうな、空母の数
軍資金それなりに今回も稼いだので、飛龍双龍クラスをもう1隻2隻用意して数を増やした状態で戦ってもいいかもしれないですね。では今回は少し短いですが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、真珠湾攻撃、こちらをプレイしていきたいと思います。